私も含めて飾らないがチームのカラーとして出てきてるなと思ってます。できればかっこよくいたいじゃないですか、綺麗でいたいじゃないですか。でも皿を破った大人ってかっこいいなって、私も常にチームの力となっていたいと思ってるので、飾らないっていうのを私自身も今すごく大事にしてます。結局行き着いたのは、トップであっても夢を持っていいし、夢を見ていいし、ワクワクしてもいい、そういう大人が数人いてもこの世の中いいんじゃないかと思って、はい、やってます。やっぱりこの地元が好きだからカーリングを持ってきて、本能的にやっぱり大切で、昔と変わらずこの町の人たちといつまでも楽しく過ごしたい。ただその楽しいを自分たちのものだけじゃなくて、こうどん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 共有していくことが新しいスポーツの形なんだと思いながらやってます。まあ、このチームで入れたからこそこんなに楽しい人生になったって言ってもらえたら本望だなっていう感じですかね。